謝しなければっていう考え方やったから、うん、それは大きな間違いで、じゃ あの僕が格闘技 の、あの プロフェッショナルで、でほんまに一度あの格闘技あの人としたいって思ってる未熟な子供が、あのそのベテランの僕と 格闘するリングの試合があった時に、あの、うん、殺す気でほんまに技かけられて死にそうになるっていう風にやってくるのがいい先生ってことやでって言って、うん、でも陽子さんの考えやったら、うん、そういう時にボコボコにやられても、うん、やられることができるってありがたいわって言うてるようなもんで、セレったら強くなられへんでっていう、うんうん、ちっきしょーってなってないっていうのが、うんうんうん、っていうことは、うん、その憎しみとか悔しさとか、うん、そういう人間にとって、うん、マイナスの魂のエネルギーと一緒にあの取り込んで生きるっていうことになるから、うん、それってあのすごく殺伐とした状況になるから、うん、一般的に良くないわけよ、うん、でそれをそのまま実行してるわけよ、うん、陽子さんは、うん、っていうことは一番の目的である世界一の男になるっていうか強い人間になるっていうのを全然全うできんと、うん、そんなすごい人らにボコボコにされたりするの幸せやわって言ってるようなもんやから、いつまでも技もかけられへんし強くなられへんでって言って、それって感謝してるって、なんで感謝するんかっていうと、勉強して上手くなれるようになれる環境があるから感謝してんやろ。でそれは上手くなれるように上手くなっていかないとあの結果を受理したことになれへんから、でも上手くならなくてもあのそういうふうなことを勉強できる自分が嬉しいって満足しとったらおかしいよなっていう、こういう話を複雑なんで、あの